では、ですね帝国となりましたので、はい、模擬講義をスタートしたいと思います。本日はあの土木環境,環境系の模擬講義に多数ご参加いただきまして、どうもありがとうございます。えー、これからも早速、真田先生に講義を始めていただきたいと思いますけれども、講義の最後に5分ほどあの質疑の時間を取っておりますので、えー、講義の中でも質問ありましたら、そちらで、えー、直接質問いたしていただければと思います。 では、佐野先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは、真田です。よろしくお願いします。えっとですね、今日はじゃあ、えっと、石積み技術は伝統的かつ最先端。えっと、石積み技術を深掘りするという、あの、タイトルで、ちょっと。三十分程度、あ、質疑応答入れたら、あの。質疑音があるので、二十五分程度で、まあ、ちょっと短いんですけれども。あの、お話をしたいというふうに思っています。で、えっと。 まあ石積みって何なのかっていうのが、まあ、あんまりイメージつかない人もいるかもしれませんけれども、まあ、あのアップで見るとこんな感じの、まあ、石があの壁になっているようなものなんですけれども、まあ、どういうところに使われているかというと、まあ、こういうた棚田とか段畑っていうのがまあ全国各地にあってそういうところにまあよく使われているとであの、まあ、こんな感じであの石で集落ができているようなところがまあいっぱいあります。 ただです、ね、最近はまあこういうあのこれまあ古い技術っていうこともあって詰める人が少なくなってです、ねまあ、こういうふうにこう崩れたまま放置されていたりっていうのがあります。で、まあ、あの詰める人が少なくなっているっていうだけではなくてあのまあこういう棚田があるようなところっていうのはいわゆる中山間地域と呼ばれるようなところで、まあ、過疎化が問題になっていると。で あの高齢化していたり、まあ、そもそも人が少なくなっていて、まあ、こういうのを治す人があのいなくなっているっていうのがあります。で今日の話はですね、まあ、最初に簡単に、まあ、なぜ最先端と言えるのかというような話とでその途中から石積みの研究の紹介をしたいというふうに思っています。でまずですね石積み、まあ、私は残そうと思っていろいろ研究やあの保全の活動をしているんですけれどもなどういう価値があるか。 っていうとう、まあ、さっき少し言ったみたいに、まあ、良好な農村風景を作るとかあとその住む技術そのものがまあ伝統だったり文化だったりするので、まあ、そういうのを残すことができるというのがあります。でまあ、これは各地の石積みを あの写真を写したものですけれども、まあ、石が違うといろいろ積み方も違ってですねあの農地の石積みっていうのは基本的にその地域で取れた石を使うので、まあ、それが地域の個性になってあの他にはない風景っていうのがあの同じように石積みに見えても、まあ、少しずつ表情が違って地域の個性になって、まあ、それが地域の、まあ、あのに人を呼び込むあの源になるっていうのがあります、まあ、そういうういい意味で農村風景を守るっていうことこになります。 でこれがまあ石積みの断面図であのこれが実際に積んでいるところなんですけれども石積みっていうのはあの本当に石だけで積むんですねこういうふうにこうあの表面に積み石と呼ばれる大きめの石があって裏にグリー石と呼ばれる小さい石が詰まってるんですけれどもあのコンクリートとかは伝統的な空石積みと呼ばれるものは使ってなくてあの石だけで積んでいるというようなことになってます。 でなのであの良好な風景を守るとかその文化を守るっていうだけではなくて自然資源を使っているっていうこともまあ一つの価値ですしあのそれがまあ石だけでできていてそれがまあ全部バラバラなものをバラバラなまま使っているのでリサイクルが可能であるということもまあ価値になっています。 でまあ、あの図に示してみるとあの、まあ、石積みっていうのは固めてないので崩れたらそれがその崩れた石がまた同じように材料として使えてあのまた積み直せば新しい壁にあのなるということになります。なのであの、まあ、資源を再利用することができるしあの捨てるものがない瓦礫が出ないというようなあの利点もあります。 ま、そういう意味で、まあ、サスティナブルな方法として今あの特に2000年前後ぐらいからあのヨーロッパを中心にですねかなり再評価されているというのがあります。で、まあ、あのコンクリートはですねあの作る時とか CO2 を出すんですけれどもあの、まあ、そういう,う CO2 を排出しないっていうあの利点もあります。でまあ、そういうふういふなあの えっと、石積みの価値としては地域の個性とか魅力になるとか、まあ、持続可能性に貢献する技術として、まあ、そういう価値があるというふうに言えますただ一方でさっき見てきたようにそのコンクリートに置き換わってきたりとかですね技術がもう詰める人がいなくて廃れてきてるっていうふうなあの問題がありますそれは何でかっていうとう、あのー まあ、古くはです、ね、明治になってから結構すぐぐらいからなんですけれどもあの、まあ、だんだんとですね特に60年代70年代ぐらいに農業を効率化しようっていうようなことができた時にその均質でどこでも同じようにできるとか効率化が図れるとか大量にまあ 一気にやるるることががができるみたいいなのがあの好ままれる時代っていうのがまあ,ありました。でそれが今は皆さん知っているように個性や地域の個性とか持続可能性が重要な時代に変わってきたとで社会の価値観が変わってきたのでそのこういうその均質でどこでも同じようにできるとか効率化がまあ重要なんだとかそういうふうな時代にはあのもう石積みっていうのは古臭い技術っていうふうに なってこう1回忘れれれ去られたんですけれども社会の価値観が変わってくるとあれもしかしてすごく重要な技術なんじゃないのっていうふうに思われるようになったというふうにあの石積みの技術自体は変わらないんだけれどもそれを評価する社会の方が変わったことによって時代遅れの技術から最先端の技術っていうふうに言えるようになったというふうに言うことができると。 あの模擬講義のタイトルに最先端っていうふうに入れたのは、まあ、そういうこうなんか技術が開発されたとかいう意味ではなくって評価する側が今変わってきてるから一回見捨てられたものが実は最先端になってきてますよっていうようなことをあのまあそういう意味を込めて最先端っていう言葉を使いましたじゃあですね、まあ、最先端なんだったらあの、まあ、いろんなところに使ったらいいんじゃないかっていうふうに。 思思いますすよねあの当然、まあ、そう思うんです私もそう思ってるんですけれども、まあ、これがなかなかうまくいかないことがあると。でこれをあの、まあ、使う場所によってあの分けてみると田んぼや畑なんかの私有地と、まあ、道路とか河川とか、まあ、そういう公共のものっていうふうに分けてみようと思います。 で私有地についてはですねこういうふうにこう、まあ、私はあの石み学校っていう一般社団法人もけあの運営してるんですけれどもあのそういういあの石住学校っていうので地域のいろんな地域に行ってそこでワークショップを開いてそこの修復をしたりとかでそこに参加する人に技術を教えるっていう活動をしていてあの私有地の方についてはですねあの、まあ、だんだん詰める人がこう増えてきているという、まあ、解決に。 近づいてきているかなというふうには思うんですけれども、まあ問題なのがその公共物の方です。まあ非常にこうあの今でも使うのが難しい状況にあります。でなんでじゃあ,あの公共事業で使うのが難しいのかっていうふうなことを考えたときに、なんでかわかりますか？わかる人います？ まあ、当てないですけどあの考えてみてくださいね。で、えーと、なんで公共事業で使うのが難しいかっていうと、まあ、一番大きな課題はですね、公共事業では、まあ、設計の基準があるっていうことがあります。で、まあ、当然、公共のものなので、その一定の強さを持ってないといけないっていうことになると。でなので、まあ、どれぐらい 強さを持っていれば大丈夫かっていうのを決めるのが、まあ、設計の基準っていうふうに言うことができるんですけれどもあのこれはあの逆に言うとですね、まあ、ちょっとあの若干話はそれるんですけれどもあの土木構造物全般に言えることなんですがあの技術的に可能な最大限の強さをそこら中で作ってるわけじゃないんですよね。でそれは何でかっていうとあのまあ 強くすればするほど技術的には可能なんだけれども当然コストもかかるし施工するのも大変だったりすると。っていうことで、まあ、公共物っていうのは基本的に税金であの作るものなのでここにはまあこれぐらいの強さだったらいいんじゃないかっていうようなあのそういうこうあの バランスっていうのをま考えながら作る必要があるとでまあ、そのバランスのま最低限のところを決めるっていうのがあの設計の基準っていうふうにま簡単に言うということができるのかなというふうに思いますこれはまあ,あの 公共物なのであの多分皆さんの買い物と同じであのいいものが欲しいっていうのは皆さん当然思うわけだけれどもあのでもそんなにそんな機能必要ないよなとかっていうこととかも考えながらいろいろ総合的に考えてじゃあこれ選ぼうっていうふうにやるわけですが、まあ、その土木事業っていうのもあの公共の税金でのお買い物なので、まあ、そういうふうにバランスを決めるっていう必要があると。でまあ、そういういことのあの一つのあの 要素として、まあ設計の基準があるというふうに言えます。で、この設計の基準がですね、あの、現在はあの数字で表現するっていうことが、まあ基本になっています。で、設計して、それを施工して、で、まあ構造物ができるわけですけれども、まあ、その設計の時に想定した。 あの強さを構造物で表現しようとするとあのちゃんとその手順を標準化して、まあ、ちゃんとした手順でつく決められた手順で作るっていうこととあの材料があの統一されてないとそのもともと想定していた強さが出ないっていうことになるので、まあ、こういうふうなあの手順の標準化と材料の統一っていうのを、まあ、あのやります。 でそういうふうにする中でその工業製品であるコンクリートっていうのが、まあ、非常にあの使いやすいということになります、まあ、強さを保証するのにあの管理しやすいその強さをこうあの一定レベルに保ちやすいっていうのがありますただ一方でさっき言ったように石積みっていうのは石っていう自然物であの作っているので石っていうのを、まあ、と場所によって、まあ、重さも 比重もも違うし硬さままちまちであるとであの職人がまあ積むわけですけれどもあの、まあ、職人の技術をあ,のある程度レベル化すればいいんですけれども今まではあのその明治時代ぐらいにどんどん石積みが減っていくんですけれども、まあ、その時代にはですね職人の技術っていうのをあんまり理解せずにもう自分たちが開発しつつあるコンクリートの方を使うっていうのをこう重視していてあのその技術がどういう ものかっていうのはあまり考えずに、もうその人によって全然違うからまあ、使いにくいね。っていうことで、まあ、あの捨ててきたというようなことがあります。で、まあ、そういうふうにですね。今のその設計の基準がある。それを数字で表現するっていうことと、あの石積み、自然物を使う。石積みっていうのはまあ、ちょっと相性が悪いっていうのがあの現状になっていて、まあ、それで使いにくいということになっています。 だけれども、じゃあそれでもう仕方ないねっていうんじゃなくてやっぱりこう持続可能な社会っていうのを考えていく中で自然物を使って自分たちのインフラあの土木構造物を作るっていうことをまあ進めていく必要があるとでそのためにじゃあどうしたらいいのかっていうことをまあ考えるっていうのがあの今私がやっている石積みの研究になります。 で石積みを、まあ、公共事業で使うためにですねいろいろ考えることがあるんですけれどもあのか、まあ、私が今考えていることとしては、まあ、そもそも発注の方法をまず考え直すとで発注する時にこういう強さを出してくださいっていうふうにその数字で表現されたらこう辛い沈みみたいな計算が難しいものに対 とってはもう使えないっっってて石積み使っちゃいいけませんっていうふうに言われてなくてもその数字で強さをこう要求あの施工発注する側が要求してしまったらもう辛石積みがそこから跳ねられてしまうっていうことがあるので、まあ、発注の方法を考え直すっていうのが一、まあ、つあの今後やるべきこととしてあるかなと思います。 でまあ、それに連動してるんですけれども、じゃあ強さがなくていいかっていうと、やっぱそういうことでもないので、強さを担保するための、その事業全体の仕組みを検討すると。ここれははですねあのまあこの上の2つは えとイタリアとかフラン,あのフランスとかイタリアの一部で、まあ、だんだん公共事業で使うようになってきてるんですけれども、まあ、ガイドラインを作ったりとかあとその技術者の資格制度を作るとかですねあとまあフランスでは保険を作ったりとか、まあ、そういうふうにですねその 構造物の工の学的な強さっていうんじゃなくってそれを取り巻くいろんなこうあの仕組みの中で強さを担保するっていうことをまあやろうとしているとで、まあ、こういうのを調べるっていうのもまあ一つの研究として、まあ、今あの取り掛かってるところですけれどもそういうのがあります。で3つ目の,その石積みそのものの強さを評価するっていうのもあるんですがこれについて少し詳しく紹介しようと思います。 これは、えー、と何年か前にあの学生がやった研究なんですけれどもあの道路の擁壁とか河川の護岸、まあ、あの壁になっているところですね、まあ、それがどういうふうに壊れているのかっていうのをあのとりあえず考えましょうとっていうふうなことをやりました。で力学的な強さを検証するっていうときにですね大体、まあ、壊れるとか壊れない。 といいうう、まあ、験とか振動実験っていうのはやりますもしかしたらあのデモ実験とかでも今日やってるかもしれませんけれども、まあ、そういうのがあります。だけれども辛い沈みっていうのはあのさっき説明したように石が全部バラバラなので壊れてるか壊れてないかっていう 基準ででうともう壊れてるんですよね常,あの常にコンクリートで言うとひびが入っているのと同じ状況に、まあ、なってしまっていると。とでもう壁として、まあ、お城もそうですけれども、壁として保っているわけだから、いわゆる壊れる壊れないっていう、コンクリートみたいなそのマス、か塊の,その構造物を評価するときの評,評価方法ではあの評価できないんじゃないかというようなことがあります。で、それ以外に、まあ、そうではなくてですね、あの石積みは、その、 実際やってみて思うんですけれども小さく壊れるとか壊れても機能がゼロになりにくいとか、まあ、そういうなんか今までの壊れる壊れないとは全然違う強さっていうのがあるんじゃないかっていうのを思って、まあ、それをまあとりあえず観察してみましょうということをやりました。 でえっと、四国とか九州のいろんなところから、まあ、災害が起こった時に、まあ、崩れた時に自治体の人がその災害の,その補助金を出すために災害査定資料っていうのを作るんですけれどもその写真をいっぱいもらってきてあの、まあ、どういうふうに壊れているのかなっていうのをこう見てみました。 でこれがあのそそそんでそれその写真からどれぐらいのあの幅壊れてるかっていうのを読み取ったものをプロットしたものなんですけれどもでこれ青色が辛い沈みで、えー、と赤色がコンクリートなんですが青色が多いのはですねこれちょっとああのじあの調査まちの方法間違ってあのえっ、ー、と 辛い沈みの研究してるので写真くださいって言ってしまったので辛い沈みの写真がいっぱい集まってしまっただけであって辛い沈みの方が壊れやすいっていうその数の問題ではなくってここで読み取ってほしいのはその傾向の方を読み取ってほしいんですけれどもこれを見るとその被災したこう幅の方ともともとの壁の高さをこう見てみるとコンクリートはそのあんまり高くなくても結構被災延長が長いと。 だけど、辛い沈みの方は比較的コンパクトに壊れるっていうことがまあ分かりました。でまあ、数字でそういうのが出てきたと。でえぐられた深さを見てみても、まあ、そういうふうに辛い沈みの方がどうやら小さく壊れるんじゃないかっていうのが見えてきました。 でこれがその崩れた後の写真なんですけれども、まあ、こういうふうにこうバラバラなのであの崩れた石があの,、まあのり尻って言ってこう壁の,あの下の部分をのり尻っていうんですけれどもそこに溜まるんですよね。でそうするとあの崩壊が抑えられる崩壊を抑えるあのく今まで壁だったものが崩れたらその,くその今までの壁の崩壊を崩れあの 防ぐような材料になるっていうあの、まあ、そういう,こうあの役割を果たしていて、まあ、こういうことで小さく崩れるっていうことが起きているんじゃないかというふうなことが言えます。で、えっと、これはですねその災害査定資料でその災害が起きた地域の自治体の人がその どれぐらいの大きさかっていうのを測ってるところですけれどもこういうふうに崩壊した土砂の上に乗っているっていうのはその辛い沈みでしか見られなくてですねおそらく現地で見てもその崩壊した土砂が安定してるっていうのは辛い沈みの特徴なんじゃないかっていうのが、まあ、こういうところからも分かります。で一方でこれがコンクリートの擁壁が壊れたものですけれどもあの根元から倒れるように崩れてしまうと、まあ、かなりその これとかですねあの左下のやつとかほんのちょっとしかずれてないのにかなり背後の土が大幅にえぐれているっていうのが分かると思います。でその他にはですね河川なんかだとあの後ろにこう倒れ込むようにあの崩れることもあります。 でまあ、これはあの観察でしかない写真からの観察でしかないのでメカニズムまではわからないんですけれども、まあ、その崩れる前に土が吸い出されたのかあるいはその背後の土に水がいっぱい溜まってあの川側の水と同じようになってこうコンクリートがこう浮くようにあの倒れたんじゃないかとかいろいろ考えられるので。その メカニズムについては今後また別の実験とかで明らかにしていくんですがまず最初にこういうく崩れ方をするということが分かったと。でこれはあの小さい用水路みたいな河川での,あのコ,ンコンクリートが崩れてるところですけれども、まあ、こういうふうに川幅がめちゃくちゃ小さいところで大きい破片が崩れてしまうとこ,この後もう一回雨が降ったらおそらく稼働を塞いでしまって。 ここで溢れて二次被害が出るっていうことがまあ予想されます。でもうちょっと広い川でその稼働を閉塞しなくてもですね、こういう大きい破片が流れていくと橋脚にぶつかって橋が下流の方の橋が崩れる危険性もあるというようなことが、まあ、こういう写真からまあ想像できます。あとこれとかですねあの、本当に崩れそうな破片の前で計測してますけれども、あの まあ、二次被害が起きそうなことが、まあ、あの見て取れますでこういうふうに見てみるとあの壊れる壊れないっていうところから見るとあの、まあ、全然違うんだけれどもそうじゃない、まあ、あのことを見ると、まあ、小さく崩れるとか崩れた時の機能がそのゼロになりにくいとか復旧が容易であるとか二次被害の危険が少ないっていうふうなあのいわゆる今まで言ってきた狭い意味での強さじゃない多様な強さっていう いう意味では、まあ強いっていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思ってます。で、えっと、まあ、こういうの、さっきも言ったように、まあ、今後、メカニズムをこう、あの、解明していって、まあ、それをもとに基準を制定していって、まあ、やっと公共事業で使えるようになるのかなというふうに思っています。なので、まあ、まだまだ先は長いんですけれども、あの、まあ、こういうことをまあするための研究っていうのが、土木ではあの、まあ。 そういうこういうのがメインじゃないんですけれども、まあ、こういう研究もありますよという紹介でした。でまあさっき言ったようにですね、まあ、こういうふうなこう社会の、まあ、社会の,あの価値観が変わったから同じ技術でもそれが最先端になったっていう話から始めたんですけれどもでそれを使うためにどういうことをするかっていうとあの強い構造物を作るためにその構造を何とかするとか材料を開発するとか、まあ、そういうのが一応土木の メインの部分ではあるんですけれども、まあ、それだけではなくてですねどうやってこう社会に適応するかっていうまあ基準を考えたりとかその構造物をつ作る構造物がもう社会にこう作られるその仕組みそのものを考えたりとか、まあ、どこにどういうものを作るかとかそういうプランニングも含めて、まあ、こういうのをやるっていうのが土木であるというふうに言えます。 でまあ、あと最近ではあの人口も減ってきているので維持管理っていうのもありますけれども、まあ、そういうふうなあのいわゆる工学っていうふうに聞いてやる研究っていうのはこの一番上の,その構造とか材料のところだと思うんですけれどもあの多分他の工学系はそういう感じのこと。 やってるんですが、まあ、土木もしかしたら建築もかもしれないですけれども、土木だと特に公共物を対象にすることが多いので、あのまあ、社会との関係っていうのをま非常にあの重視している、まあ、そういうのも学問の中に含まれているっていうのが、まあ、土木の特徴かなというふうに思います。なので、あのそういうのが好きな人、あの単純にこうあのいわゆる工学のことがやりたい人も 当然やることはあるしそうじゃなくて社会との関わりとかっていうのもあの関心あるなっていうような人に、まあ、すごく土木っていうのはまあ向いているのかなというふうに思っています。ということで、まあ、ちょっとあの早いですけれども、はい、私の話はこれで終わります。 はいい先生ありがとうございましたあの私は鉄筋コンクリート構造の研究なのでちょっと耳が痛いところもありつついやでもまあそういうあの鉄筋コンクリートの方もいろんなそう壊れ方とかですねそういう考え方の一環は広げていかないとっていうことを議論しているので、はい、ぜひあのそういう意味では石積みと全然相いれないものではないかなというふうに思っています。という、はい、余計な話を挟みましたけれども、はい、あの会場の皆さんから質問があればお受けしたいと思いますがどなたか。 質問ございますでしょうか。あ,の質問ある方は教習でお願いしたいと思いますあの。マイクランナーの方がいきますけれども。あじゃあどうぞ。えっと、お話ありがとうございました。えっと、質問なんですけど、あのコンクリートの塀とその石積みの塀って、 耐久年数どうとえっとですねそれはあのよくわからなくてそれんでかっていうと、まあ、千田先生の方があの詳しいんですけれどもコンクリートって比較的新しい材料で100年ちょっとぐらいしかなくて、えっと、コンクリートの基準ができたのが その一番最初に基準が作られたのが1931年に土木学会が標準司法書っていうのを作っていてその前に作られたものもあの一応残ってはいるんだけれどもでもどういうふうな配合で作られたかっていうのはよくわかんないからその比較のしようがないっていうのが。で石積みの場合はお城とかだとそうだけど300年とか400年とかも平気で持っているものもあるしでも10年ぐらいで崩れてるものとかもあってなんか。 まあ簡単に比較で、まあ、そもそもコンクリートが新しいからっていうのもあるんだけれども、あの簡単に比較できないところはあります。でも多分、石積みの方がうまくちゃんと積めば石積みの方が長持ちはすると思います。はい、ました、はい、はい、他にはいかがでしょうか。はいそちらの方 お話あ,あ,ありがとうございました。えっと質問なんですけど、えっと、沈みはあの人の手で積んでるっておっしゃってて、で、技術が結構いるって話だったんですけど、あの、やっぱ時間とかもかかるかもですけど、あの機械であの積む技術とかの研究ってされてるんですかえっとですね、あの、日本ではされてないんですけれども、 確かスイスの大学で機械でその石をこうなんかその重機で掴んで見て AI が判断しておくみたいなのをやろうとしているところはあります。でなんででススイスで ヨーロッパでそういうのができているかっていうとやっぱりこう石積みをなんとかして使わないといけないっていうふうに思っていてその環境のためとかだけど日本では、まあ、大変なんだったらコンクリートでいいじゃんっていう考えなのでそのなんとかして使おうっていう研究がまだあんま進んでないんですけれどもあのやっぱり環境のためとか、まあ、地域の資源のために使った方がいいよねって思っている国はそれをなんとかして使うための研究っていうのも結構いっぱい。 あの出てきているなっていう感じはあります。はい。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。あ、はい、そちら。えっと、石積みの強さの評価は今どのように行われているんですか。 石積みの強さの評価っていうのは今はあの日本では行われていないというかそのお城とかそういう史跡もすでにあるものが大丈夫かどうかっていう個別の評価っていうのはされてるんだけれどもいわゆるこ,こういうふうに作ったら安全性が保てるよねみたいなその作るのの基準っていいうはは今なじゃあ,あのヨーロッパとかではどのようになってますかヨーロッパ もう調べたところそんなになくて経験的なものらしいんですけどでもこれからちょっとあの秋にあのフランスにヒアリングに行こうかなと思って<あ>その辺りはこれから私も調べます。ただ、えっと、技術資格はもう作っていってイギリスとフランスでその職人の技術,技術の資格っていうのを作って。 いてあのフランスだと一番上の資格だと公共事業も結構大きめの公共事業もできるっていう資格があったりとかするのであのまあそういう,こうあの計算じゃなくてひ人,人の腕の方をあの評価することによって強さをこう担保しようというふうな感じみたいです。ありがとうございます、はいはい。他にはいかがでしょうか えっと、石積みはあの棚田とかで使われてるっておっしゃってたと思うんですけどどのくらいの規模までなら石積みで作ることが可能どのくらいの大きさの構造物なら石積みで作ることが可能なんですかえっと田んぼとかそういうものだと一番大きいので確か4メートルじ6メートルぐらいのやつが多分日本で一番大きいやつがあると思いいいますそれぐらいはいけると思います。 ありがとうございます。なんかその理論的にどのくらいまでならいけそうみたいなのってあったりするんですか。えっと多分単単純には言えなくて、その背後の土の状態だったりとか、使う石の状態だったりとかっていうのによるので、あの言えないけどまあどうかな。その辺は分かんないです、ね。ありがとうございます。 えとあと1件ほどお受けできるかと思いますが、先ほど挙げられた方、はい、そうあの発表の中で、あの辛い沈みとあれ練り沈みってあったと思うんですけど、その2つって何が違うんですか 辛い沈みっていうのはあの石だけで積むあのモルタルとかコンクリートとか使ってないのを辛い沈みっていう風に言って英語ではドライストーンウォーリングっていうんですけれどもあのそれが辛い沈みで練り沈みがコンクリートとかモルタルとかこうくっつけてる接着剤みたいなのが入ってるのが練り沈みっていう風に言いますありがとうございますはい、はい、ありがとうございます では、ちょっとまだあの質問あるかもしれないんですが、ちょっと時間の関係であの質問コーナーをこちらで締め切りとさせていただきます。いろいろ活発にあの入っていただいて、どうもありがとうございました。はい、では、こちらで三和先生の模擬講義を終了としたいと思います。どううもごご参加ありがとうございました